皆さんこんにちは。涙の活動休止から約4年、25周年の節目に嵐が見せた再始動の兆し。ファンの期待が高まる中、自由な生活をしてみたいと活動を休んでいた渦中のリーダー大野智さんがついにニュースポストセブンで沈黙を破りました。朴訥とした語り口にも感じる5人の強い絆。約1200日ぶりにメディアの取材に応じた大野さんが語ったこととは。この間テレビに自分が映ってるのを見てびっくりしましたよ。え、俺なんかやったっけみたいな。笑顔でそう話すのは目下芸能活動を休業中の大野智さん。2022年末に嵐としての活動を休止して以来、表舞台から姿を消した国民的グループのリーダーです。4月下旬の昼下がり、人通りの多い都内の散策路を大野さんが一人で歩いているところを女性セブン記者が名刺を差し出すと、おおと小さな声を上げ、足を止めて質問に耳を傾けてくれています。先日メンバー5人による株式会社嵐の設立が発表されました。大野さんも出資されているそうですね。はい、会社を立ち上げたニュースがこんなに大きくなるとは思いませんでした。何より活動を休止してから3年以上経っているのに、ファンや世間がまだ自分のことを覚えていてくれるんだなってちょっとびっくりしましたね。会社設立はメンバー5人で話し合って決めたそうですね。みんなで集まる機会があったのでしょうか。4人は個々で仕事をしているから、その合間とか深夜に、僕は暇だからいくらでも時間があるんだけど、5人が集まることはなかなかないから僕が合わせてっていう感じ。最近ではいつ頃？わかんない、忘れたけど今年に入ってからも何度も会ってますよ。招集をかけるのはだいたい翔くんかな。桜井さんはすでに個人のホームページも立ち上げられました。ほう、詳しくは知らない。今のところ僕個人でそういうホームページを作ることは考えてないです。二宮さんは昨年10月スマイルアップ旧ジャニーズ事務所から独立しました。本人からどのように聞いていましたか？直接聞いたんじゃないかな。集まった時にも多分言ってたと思う。それは彼の考え方だから別に否定もしないし、個人の活動は個々で決めること、それとは別で5人で集まれる形は作ってるので。大野さんは一つ一つの質問に言葉を選びながらも真摯に答えようとしてくれたといいます。嵐の活動休止後、約1200日にわたって沈黙を守ってきた大野さんがメディアの取材に応じるのは初めてのことです。大野さんと桜井翔さん、相葉雅紀さん、二宮和也さん、松本潤さんの5人が株式会社嵐を立ち上げたのは今年3月。新しく設立されたエージェント会社スタートエンターテインメント以下スタートエンタの公式サイトにも5人の連名が記された声明文が掲載されました。1999年にデビューし、この2024年は25周年の年にあたります。メンバーも全員40代を迎えました。これまで以上に主体性を持ち、これまで以上に主体的に判断をし、これまで以上に主体的に行動したい。そして何よりも日々応援してくださるファンの皆様により近くに感じてもらいたい、より積極的でありたい。そんな思いから5人で何度も何度も話し合い、会社を設立いたしました。声明の中で5人が繰り返し使ったのが主体的という言葉です。昨年10月に旧ジャニーズ事務所が解体され、所属タレントが退所や独立の選択を迫られる中、5人は全員で集まって自分たちだけで今後のことを話し合ってきたといいます。メンバー全員でたどり着いた結論は、グループとしてスタートエンタと契約を結ぶこと、そして新たに5人の会社を立ち上げることでした。旧事務所で言えば先輩の TOKIO に近いスタイルですが、嵐の場合は5人が株主となり、社長には外部の弁護士を招聘しています。現時点で今後の活動について具体的に決まっていることはないといいますが、声明の中に未来を描くための準備という文言があり、
この一文が嵐の再始動を示唆していると見られているのです。と話すのは、ある芸能リポーター。1999年にハワイ・ホノルル沖の洋上でデビューを発表して以来、嵐は四半世紀にわたってアイドルシーンのトップを走り続けてきました。苦楽を共にしてきた5人が歩みを止めたのは2020年末。前年1月の会見で、大野さんは嵐を離れて自由な生活をしてみたいという切実な思いを打ち明けています。前室の芸能リポーターは、脱退や引退も覚悟していたという大野さんの気持ちを知った4人のメンバーは衝撃を受けつつも、彼の決断を尊重することにしたそうです。解散の危機は過去にもあったが、一人でも欠けたら嵐じゃないというのがメンバーの総意。全員が納得いくまで話し合いを重ね、最終的に嵐の活動を休止することで意見が一致したといいます。と続けます。2020年の大晦日、コロナ禍に無観客で行われた配信ライブは、一説には500万人が視聴したとも言われています。次々に前例のない記録を打ち立てた国民的グループは、惜しまれながらもステージを降り、大野さん以外の4人はそれぞれの分野でソロ活動を始めました。休養に入った大野さんは芸能活動からきっぱりと身を引き、他のメンバーも次第に彼の名前を口にすることがなくなりました。2021年11月のデビュー記念日に嵐のドキュメンタリー映画が公開された際、大野さんからの手紙をメンバーが代読したのですが、その内容は、夜10時に寝て朝4時に起きているというまるでおじいさんのような生活で、誰もが活動再開は難しいと見ていたのです。と話すのは、ある芸能関係者。その頃、大野さんが力を入れていたのが、沖縄でのリゾート開発でした。事情を知る芸能関係者が、次のように語ります。嵐のメンバーで一番先に個人事務所を設立したのは、昨年11月にオフィスニノの立ち上げを発表した二宮和也さんとされていますが、実は相葉雅紀さんと桜井翔さんも2019年に個人会社を設立しています。大野さんはさらにその前から芸能事務所だけでなく、ビジネスパートナーとともに不動産投資やリゾート開発を目的とする複数の会社を立ち上げ、セミリタイヤを見越したビジネスを展開していました。そのうちの一社で進めていたのが沖縄のホテル事業だったのです。大野さんが関与する不動産会社が宮古島の一角に約1200坪の広大な土地を取得したのは2017年頃。同地で大野さんは観光客向けのリゾートホテルを建設するプロジェクトを進め、島の一角に4棟のビラを建てています。現地の建設関係者によれば、リゾート施設は今年6月にも開業する見込みだといいます。ホテルに先駆けて、大野さんが出資した島内のバーには現地で大野さんが制作したアート作品も飾られているそうです。と話す前室の芸能関係者。大野さんに宮古島での計画について尋ねると、最近はあまり行っていないと口は重く、ホテルがそろそろ開業するそうです。ふふふ、その辺はプライベートだから話したくない。昨年12月、スタートエンターテインメントの福田淳社長が一部メディアのインタビューに応じ、活動休止中の大野さんに言及したことがありました。旧ジャニーズ事務所の所属タレントと面談を行っている話の中で、大野さんは宮古島に行かれているということで、タイミングを見てお会いしますと、うっかり居場所を漏らしてしまったのです。熱狂的なファンが島に駆けつけかねない事態となりましたが、実はこの頃大野さんは東京にいた。嵐のメンバーと会うために帰郷していたので、大きな問題にならずに済んだようです。と続ける前室の芸能関係者。東京で大野さんが取り組んでいたもう一つの課題が、自動車免許の取得でした。先日、週刊誌で教習所に通う姿が報じられていました。撮られてましたね。ああいう写真ってどうやって撮ってるんだろう。免許はあともう少しかなと思ってるけど、どっかで撮られてるんだろうなと思いながら運転しますよ。免許は沖縄での移動のため？いや、これまではタイミングを逃したのもあるし、
今まではスタッフに送り迎えしてもらえたから、運転できる方がいろいろと幅が広がるし、やっぱり必要かなと思って。一時は沖縄に移住したとも言われていた大野さんですが、現在は東京にも拠点を置き、今後のために様々な準備をしていることが伺えます。大野さんが嵐の新会社に名を連ねたことで、一気に真実味を帯びてきたのが、嵐が再始動する可能性です。来春にも5人でコンサートを行う計画があるという噂が飛び交っていることを伝えると、大野さんはこう答えています。どうなんですかね。とりあえず5人で集まる形を作ったということで、すごく期待されちゃったみたいなことはあるんですけど、僕もあんまり深いことはわからないんですが、今決まっていることは何もないですよ。大野さん自身のグループ活動へのお気持ちは、それも含めて全部これからじゃないかな。今後の話し合い次第で、少なくとも僕から率先して動くみたいなことではないと思う。今明言はできないけど、必ず5人で集まって話をします。それほど深刻じゃない感じで、今後も話し合っていくと思いますよ。記者が礼を述べると、大野さんは笑みを浮かべ、再び何事もなかったように歩き出したそうです。嵐の再始動はあるのでしょうか。今後の動きや報道にも注目が集まります。